練習艦隊乗組の際の集合写真。関営10月26日は、日本の海軍軍人。南太平洋海戦において戦死。海兵58機。最終階級は、海軍中佐。山形県米沢市に、父、関西江門と母、安のもとに生まれる。父は、海軍大佐で、日本海海戦に、第19帝隊所属の水雷艇。 記事定長として参戦している。母は旧米沢藩士、佐根寺正樹の娘、佐根寺正造海軍中将は叔父にあたる。不日後中を経て、1926年11月海軍兵、学校58期に入校。この時期は、ダルトンプラによる教育が実施されていた。1930年11月18日卒業。58期生は、 少位候補生として、総工巡洋艦、出雲、八雲に乗り組みし練習航海に出発。遠洋航海は、地中海方面へ向かい、司令官は、左近寺であった。1932年4月、海軍少位任官。1933年練習航空隊、飛行学生となり、立山海軍航空隊を経て、爆撃機搭乗員となる。席は、和田哲次郎と共に、 日本海軍初の急降下爆撃機操縦員の一人となる。奥宮正武によれば、あと二隻は、奥宮らとハインケル製の急降下爆撃機を用いて、新たな爆撃術の研究開発を行い、部内の権威者となったという。軍事航空士の調査研究家、渡辺洋二によれば、艦中城の秀出た性格は、すでにこの頃から光っていたという。その後は、 霞ヶ浦海軍航空隊協艦などを歴任。日中戦争に参加。空母、龍城分隊長として、関東攻略戦に参加し、艦上を授与された。1941年10月海軍少佐に進級。1941年12月太平洋戦争を、宇佐海軍航空隊協艦として迎える。この時に実用機協定を指導された。 艦上爆撃機搭乗員に、豊田城がいる。1942年7月、第三艦隊の空母、昇格飛行隊長に就任。第三艦隊の攻撃隊総隊長を兼任。なお、昇格艦上攻撃機隊を率いたのは、同期生の村田茂春であった。第二次ソロモン海戦で、エンタープライズを攻撃する99艦爆戦1942年8月24日。 第二次ソロモン海戦に参戦。第二航空戦隊航空参謀、奥宮正岳によれば、太平洋戦争における席の偉人であったが、すでに日中戦争において、実戦を経験しており、監督は十分であったという。昇格において飛行隊長の席のもで、仙人中隊長を務めた、有馬慶一隊員は、渡辺洋二の聞き取りに対し、席は温厚特実とは言いにくいけれども、 隊をよく掌握していたと述べている。同海戦で、関は第一次攻撃隊99式艦上爆撃機27機、0式艦上戦闘機10機を引き米空母エンタープライズに爆弾3発を命中させるなどの戦果を挙げた。この攻撃に97式艦上攻撃機が参加していないのは突さの快適であったため準備が間に合わなかったためであった。 南太平洋海戦で99艦爆の突入を受け炎上するホーネット1942年10月26日南太平洋海戦に参加。関は第二次攻撃隊指揮官として99艦爆19機と護衛の例戦後機で攻撃に向かった。攻撃隊の機数が少ないのは同時に出撃する予定であった空母随格隊は母艦に レーダーがなかったため準備が遅れたこと、また、第二次ソロモン海戦などで被った損害の補充ができていなかったことが原因である。先に攻撃に向かった村田隊は、米空母、ホーネットに爆弾6発、魚雷2発を、石体は、エンタープライズに爆弾3発を命中させた。ただし、石隊を第一次攻撃隊とし、ホーネットを攻撃したとする資料もある。 日本側の目撃証言では、関は被弾後に駆逐艦に突入して自爆したとするものもある一方、米側の記録には、ホーネットに突入したというものもある。一方、関の宝射履歴に記載された有馬隊員のみ、認証書には、敵、エンタープライズ型航空母艦に対し級、降下爆撃を、敢行とある。同隊員は、渡辺の聞き取りに対し、単純人での突入において、 すぐ前を飛ぶ、関さんの木が発火し、たちまち炎に包まれたと証言している。戦士による特進で、海軍中佐。昭和16年12月昭和18年11月、昇格飛行機体戦闘行動長所。昭和16年12月昭和18年11月、昇格飛行機体戦闘行動長所。ありがとうございます。